包み再祭は中華人民共和国内モンゴル自治区、パオ島市ホンドロン区のパオ島駅と先制小西安市、林東区の新豊か鎮駅を結んでいる鉄道路線である。第11事故可年計画において、中長期鉄路も大きがの重点建設項目に指定され、パオ島から流州に至る南北方向の路線の一部として建設された。パオ島西駅応募島駅間及び、 染機北駅、長橋駅間は、伏線の新線が建設され、大母東駅染機北駅間は既存の単線が、複線化された。既存の堤上線は、進化集団が所有する単線の運転用路線であり、堤再線には含まれない。上沿線新北北駅大母東駅間は、上台線に、西沿線染機北駅マイナス省、家村駅間は、天昌線に解消された。 全長 800.9km であり、潜西省北部の気楼丹田に通じており、石炭輸送量は年間1億トン、旅客列車は1日25本運行されている。全線34駅が設置され、設計最高速度は、西安延安間が時速 200km、延安パオ島間が時速1 6 0キロメートルである。 2007年11月25日に建設工事が開始され、2010年12月28日全線開通、2011年1月1日に旅客営業が開始された。2012年7月1日には、西安沿安間にて、同社組の運行が開始され、所要時間は2時間半に短縮された。同じく2016年5月15日には、 パオとオールドスカインでも運行が開始され、所要時間は56分に短縮された。ありがとうございます。